外観はボタン、え、これ新築なの、天井がな斜めってる。こんばんは、KGです。いつものように物件資料を眺めていると気になる物件を見つけました。今回は下井草駅にやってきました。下井草駅は西武新宿線沿いの駅です。山手線高田馬場駅へ乗り換えなしで行くことができるので学生に人気のエリアです。新宿にもアクセスが良いので都心にお勤めの方にもおすすめです。今日の物件はどんな物件なの？簡単にご説明しましょう。新築で駅からとても近いです。メンズライクな内装のお部屋でございます。男性の方注目です。まだ入居前で誰も住んでいない状況での撮影です。敷金礼金ゼロでフリーレントがついているので初期費用も比較的に抑えて借りることができます。インターネットも無料で使えます。さらにペットの飼育が可能です。ペットを買う場合は敷金が1ヶ月かかるとのことです。駅を出て北に4分ほど歩くと物件に到着です。今日は日曜日の午前中、街はのどかで落ち着いていました。2024年3月竣工。落ち着いた街中に立つモダンな外観の低層デザイナーズマンションです。地上4階、地下1階建て、頑丈な鉄筋コンクリート造です。倉庫数は43個、間取りは 1LDK と 1K をご用意しておりまして、単身者が主な入居者になります。建物エントランス、階段で地下へ降ります。両脇にスロープがあるので自転車の移動も可能です。防犯カメラも作動しています。ゴミ置き場は入り口を出て個室が用意されております。奥へ進むスロープを上がると建物の裏側に出ます。自転車はここに置くことになりそうです。オートロックを抜け、こちらが建物内です。モダンな内装、メールボックスに宅配ボックスが完備されています。エレベーターもついています。今回は 1LDK のお部屋をご案内いたします。それでは行きましょう。扉を開けるとシックな内装がお出迎え。コンパクトな玄関です。シューズボックスがついています。玄関を上がるとリビング、ダイニング、キッチン、広さは約13畳です。斜め天井にカウンターキッチン、シンプルな角型の間取りが使いやすそうです。壁面にはピクチャーレール、モニター付きインターホン、上にはエアコンが付いていました。エアコンを挟むようにウォールライトが2灯。フロアは木目の濃淡が楽しめる天然木となっています。斜め天井が特徴的です。天窓が2箇所設置されていて光が入りやすい形状です。斜めってる。窓はフィックスで開きません。キッチン側にカウンターテーブルがございます。日々の作業や食卓にも使えそうです。大人が2名並んで使えるサイズ感です。目の前のスイッチは照明となっています。使い勝手良さそう。キッチンは半個室になっていて料理に没頭できそうな空間です。シンクに作業スペース、二口コンロが設置されています。壁面が黒のパネルでメンズライクでおしゃれです。キャビネット部分を見てみましょう。バッチ。こんな感じです。冷蔵庫のスペースはこちらです。
キッチンからお部屋全体を見渡せます。奥の扉を開けてみましょう。洗面所とトイレが同室です。洗面台はコンパクトサイズです。洗濯機置き場も同室です。上部には棚が設置されていました。続いてはバスルーム。シックなデザイン。浴室乾燥機がついています。単身用のバスルームって感じですね。3連の引き戸を開けると奥に洋室 4.8 畳、モノトーンで色が異なる窓が2箇所。外観のデザインの配色の違いで窓枠が異なる色になっているようです。バルコニーがないので室内に避難用はしごが用意されています。ハンガーラックとオープンラックがありました。収納は少なめですね。窓を開けると大きな空が広がっていました。なかなか開放的です。内見終了となります。お疲れ様でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。下井草の物件いかがでしたでしょうか。こちらの物件、駅から徒歩5分の場所に位置しています。お家賃は158,000円、初期費用は約28万円前後ほどかかります。敷金礼金ゼロ、仲介手数料ゼロ、フリーレントがついているので新生活を始めるのにとても助かる条件が備わっています。今回紹介したのは 1LDK の間取りですが、 1K のお部屋もご用意しております。だいたい8万円から9万円前後のお家賃で設定されております。お部屋探しされている方、ぜひお気軽にご連絡ください。空室待ちや細かなお部屋探しの条件をお持ちの方のサポートも大歓迎です。それでは次の物件でまたお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。バイバーイ。